はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。マリコ様、ご支援ありがとうございました。みゆき様、ゆっくり侍様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。よろしくお願いいたします。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ポスティングボランティア様の、ボランティアっていうか人手のご支援もありがたく頂戴いたします。ありがとうございます。引き続きご支援、ポスティングボランティア様、メール党員様、東京地区支部長大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックするか、私のツイッター、靴沢で、検索するとすぐ出てきますので、そちらの方からよろしくお願いいたします。参院選外選者の連呼音源試作中であります。走行中ね、走行中にずっと流してる音源どうしっかなってことで、日本改革党靴沢良治、日本人のための政治、子孫繁栄、核武装とかやっちゃおうかな、思い切ってなんて考えております。これをずっと流しながら、私あれなんですよね、最終日かなんかで最後の最後にお願いに参りましたって絶叫してんの腹立たしいんで、ああいう真似はしたくない、って思っております。前期のアニメ、そのビスクドールは恋をするという作品の中でですね、こんなところに桜井誠がというですね、これ主人公の女の子がコスプレしてて、コスプレ会場で写真撮らせてくださいってごっついカメラ持ったオタクと記念撮影するところなんですけれども、一回そう思ったら桜井誠にしか見えないっていうですね、余計な話ですけれども、中国共産党に不穏な動き、共産党幹部の海岸資産保有を禁止だそうであります。幹部本人もその家族も対象、不動産保有、預金はおろか銀行口座の開設もしてはならんっていう徹底的なものであります。スイス銀行に中国共産党幹部の金が8兆円あるって話ですけど、それどうなんのかな。ネットの反応です。資産凍結されそうなことを近いうちにやらかす予定なんですね。台湾侵略で資産凍結必死だもんな。ロシアを見て完全に備え始めてるな。経済制裁を受ける準備とかマジで戦争間近。ここに来て冷戦時代の閉鎖主義へ戻り始めたな。戦時体制まっしぐら。幹部が株や不動産を一斉に処分したらすごいことになるんじゃ。叩き売りで、下がっちゃうのかな。顎骨内脳胞摘出手術の腫れがまだ残っておりまして、喋り方おかしいかとは思いますけれども、ご了承ください。試験ですけど、ニューヨークの株式市場がですね90年ぶりに大暴落ってニュースに出てましたけど、これが原因かもしれないですね。持ってる株とか、不動産とか叩き売り処分しちゃいなんつってね、ロシアみたいな経済制裁資産凍結される準備ですかね。もしくはですね、幹部連中が侵略反対しないための措置、資産凍結されっから台湾に侵略されすんの嫌ですね。もしくは沖縄に侵略すんの嫌で、幹部連中が反対しないように、こう言っとけばですね、海外資産保有禁止って言っただろって言い返せる。幹部連中もそれを理由に反対できねえからね。共産党の常で被害は一般幹部だけだろうな。上級幹部は逃げ道がちゃんと用意されてるだろうな。俺だけ金だけ今だけっての具現化したのが共産主義と中国共産党ですしね。参院選の争点は間違いなく安保であります。毎日新聞の調査ですら防衛費増やすべき 76% って出ちゃったもんね。ネットの反応です。毎日で8割近いってすげえな。さっさと核武装しようぜ。
防衛費増やしてええよ。増やすべき、そろそろ本気で軍事技術開発していきたいよな。反撃力持った方が軍事費安く済むし、ロシアや中国がいつ襲ってくるかわからんし、国が滅びたら経済も福祉も教育もクソもない。ウクライナの二の舞はごめん、急状況、史上最大の危機だな。防衛費減らすべき 6% って結果も出てるんですけど、一体どういう人種なんだこいつらは。そういえば毎回ね、あの数字が低めに出る時事通信のあの世論調査、政党支持率で、この前立憲が 2.7%、立憲と共産と社民と令和の論外野党の支持率合計が 6% ぐらいでしたけど、同じ人種と見ていいんでしょうか。何もしてなくても一方的に他国に侵略されることもあり得る、この状況、バカでわからないのか生粋のスパイなのか、増やす必要ない 17% はそのための増税を恐れてるんだろうけど、あとはね、あのまあ追い先短い人とか、ね、あんまり変化を望まない人、まああの80代90代になったら、あんまり変化めんどくさいですよね。男女共同参画予算を流用するんで心配ありません。そっくり削ればむしろお釣り出ます。国家あっての生命、自由、財産、経済、福祉、教育であることはチベットやウイグルを見れば一目瞭然です。大幅に増やすべきが 26%、 4人に1人、増額すべきが 50%、 半分だったみたいであります。侵略しやすい国のままにしておきたい外観誘致主義者の左翼発狂ですね。今ほど安保に関心が高いときは、今ほど安保に関心が高いときは、なかったですよね。昭和の長きにわたってもね。ウクライナ見てですね、アメリカが助けてくれるとは限らんな。武器は送ってくれるかもしれないけど、多くの人が理解したおかげであります。救助教団と、その信者にとっては史上最大の危機ですね。共産党のあの小池晃もですね、九条で守れないですよなんてぶっちゃけちゃうしね。帝国にあだなすやからですんで、こいつら外界に誘致主義者、敗北主義者、スパイは、まあ、九条と一緒に滅びて構わないなーって思っております。2024年から1人1000円ずつ徴収へってだったら森林環境税見直しの動きだそうであります。自民党納税者の理解が得られない。得られねえよそりゃ、そんなもん。ネットの反応です。いい加減にしてくれ、いい加減にしろよ本当。ソーラーパネルのために森林伐採してんのに何が森林環境税だ。木を切ってソーラーとかもはや意味わからん。レジ袋有料化してなんか変わったか。太陽光のために増税します。そのために森林切り開くんで増税します。なんのこっちゃ。使い道もちゃんと決まってないのに先に増税決定するとかおかしくね。何でもいいからお金取る方法を考える財務省。いうことで2024年から徴収予定ってあるけど、こんな新税いつ決まったんだよ。誰政権の時決まったんだよ。豊島区には山林なんか皆無だけど、あとあの東京の多くの、まあ、23区は山林なんかねえよ。中央区、港区、品川区、渋谷区、ねえよ。それでも一律1000円取る気で嫌がんのかな。いい加減にしろよ財務省。それの言いなりの自民党のバカ議員どもはね、ただでさえあの外国人生活保護で、1200億円以上の税金が払われてるんですよね。そのために私あの年間1000円も納税したくねえっす。4人世代だったら外国人生活保護のために年間4000円払ってることになるんですよ。赤ちゃん、でもね、まあお父さんお母さんちっちゃいお子さん2人、そういうご家庭があるとすると4000円、年間4000円、外国人の生活を保護するために出すって、んな美大寺も出したかね。帝国はあの自然豊かで森林なんか保護せんでも勝手に草ぼうぼう生えてくんですよ。鳥取砂丘もですね勝手に緑化してっちゃうんで、対策として草むしりしてるらしいっすよ鳥取砂丘。観光の目玉なくなっちゃうからね。砂漠化に悩む自然が貧しい他の国とは違うんだわ。日本は森林なんか保護せんでも草ぼうぼうだわ。恵まれた豊かな自然、まあそれと引き換えに
地震なんかが多いんですけどね、ソーラー設置のため森林伐採するのまずやめろ、話はそこからだ。なんであの森林伐採しといて森林保護だなんてまた二重に金取るんすんの。私いわき市出身ですけど復興税もうやめろって、財務省はですねそれ用の天下り団体作ったんだろうけど、復興税のなんとかかんとか、協会みたいなの作ったんだけどそんなの知らんって、財務省のせいでですね、次のような罪を犯すと罰金取られちゃいます。所得税、消費税、住民税、固定資産税、相続税、贈与税、株式配当税、国民健康保険税、酒税、タバコ税、ガソリン税、車両税、復興税、NHK 受信税などなど、こういう罪がありますね。なんでこんな罪処罰されなくちゃなんねん。これらの罰金が所得に占めるですね実質税負担率現在 48.1% ですよ。靴沢が20代の頃は35% 程度で 10% ほど上がっております。これでね、あの若者に結婚して子供産んで育てて言えます？言えないっしょ。こんな半分近くも取っといてさ、子孫繁栄のためにですねおっさんたちが財務省とそれに言いなりのあのバカ議員をなんとかしましょうな。これ、ちょっと減税してもらわないと生きていけねえよ、もうね。重税重税でね。というわけで、ポスボランティアさん、メール問いさん、大募集であります。デトックスジャパン。